キチャンネル。じゃあこんにちは。さあということでね、はい、今日からお送りする、はい、2022年度シーズン各チームの、はい、優勝するために、うん、キーマンを今日から連載していきますけども、はい、なんと今日はですね、この事務所に来てからもう1時間経っております。はい、そういろんな話でね、はい、ちょっと盛り上がっちゃってなかなかね、録画ボタンを押せなくてですね、はい、ここに座ってから1時間雑談しちゃいましたね。でここ座ってからは40分ぐらい、はい、40分ぐらいかな、うん、はい、まあ、楽しいね、うん、お話をして、はい、もう盛り上がってるのよ、はい、盛り上がってるから、はい、その勢いのままで、はい、今日は、うん、まあ、今日からね6回にわたって、はい、各チームのね今年のキーマンをお送りしますけども、はい、まあ、これから分かんないよ、はい、どうなるかね、うん、最終順位予想は、はい、当日の25日開幕戦の、うん、で前日の24日このね、うん、2つで、はい、出していこうかなと、思ってます。もうひょっとしたら1日もうちょっと前倒しになるかもわかんないけどね、はい、でその中で、うん、まあ、今のところねお正月で、はい、両リーグ日本一早い順位予想そうそうで優勝予想した、はい、DeNA とロッテの、はい、優勝するためのキーマンをここで発表していきたいと思いますけど、はい、じゃあまずはロッテですね、うん、もうロッテのキーマンはもう去年と一緒なのよ、はい、もう確実なのよ。去年誰言いましたっけ。この選手なのよ。はい、袴田さん的に誰がキーマンやと思います。私は、うん、意外と、うん、佐々木朗希投手がどんだけ勝ち星を積み上げられるかで、うん、チーム状況だいぶ変わってくるんじゃないですか。あ、いい線いってるね。あ、本当ですか、うん、やっぱそれは投手陣にやっぱ佐々木朗希だね。はい、おお、その佐々木朗希が今のね、はい、うん、オープン戦の投球がシーズン入って中6日でできたらどえらいことになるんだよ。そうですね、うん、あのピッチング見てたら、うん、まあ防御率とか最多勝とかちょっと分かんないけど、うん、最多奪三振いけるんちゃうかみたいな。あ、もうタイトルまで投げれればね。はい、うんうん、だからそれがどこまでまた中10日上げなきゃいけないのか、うん、中6日でいけるのか、うん、それによってちょっと大きく変わってくるし、はい、そのやっぱローテーション投手っていうのは調整できないから調子が悪くても試合を作らなきゃいけないし、はい、調子が悪くてもあのピッチングができるのかどうかっていうのが多分今年の課題なんだよね、うん、やっぱスタミナとかもわからないですもんね。そう、うん、その1試合じゃなくてね、はい、その長く長い期間ずっと投げれるっていうところで、うん、でも仮に、はい、うまく回れれば最多奪三振も、うん、タイトル、はい、有名じゃないよね。そうですね、うんうん、でもそれが取れれば来年の WBC に、うん、東京オリンピックでは日の丸誰もいなかったけど、はい、日の丸つける可能性も、いや可能性高いじゃないですか、もあるけど、うん、そこでちょっと体の不具合起きたら、うん、そんな3月に WBC きついなって言って球団がノーっていう可能性もあるよね、はい、でも佐々木がもしうまく回れれば、うん、結構キーマンだね。そうですね、うん、未知数ではありますけどうん、もしうまくはまれば、うん、3度目の正直、いや本当、リーグ優勝の可能性は十分ありますよね。かかってますね。かかってる、うん、じゃあ野手は、野手、誰だろう。あ、私が言うんですか。うん、やっぱお勉強しといた方がいいんじゃないですか。はい、先に袴さんも考えといてって言ってくださいよ。言うの聞いてないから、ちょっと待って。1時間も雑談してたのに、うん、だって全然違う話してたじゃないですか。野球の話してない。袴さんの中でいいのよ、当たりと、はい、これ、うん、当たりとか当たりじゃないとかじゃないから、う、ね、うんうんうん、自分が思うだけだから。そうですね、誰だろうな。これでお勉強しといた方が袴田さんも、うん、はい、この後の何かもし野球の仕事があった時にうまく使えるじゃん。そうですね、そうそうそう、私的にはやっぱり去年しっかりこのレギュラーを守ってチームの柱になったのって中村翔吾選手だと思うんですよ、うんうん、でそこが崩れると、もしかしたら新しい選手出てくるかもしれないですけど、うんうん、やっぱりチームの核は大事なんじゃないかなと。まあそうだね、はい、でもそこはもうここ数年全試合イニングとか出てきてるから、はい、まあもう絶対的なやつは逆に落ちたら困るから、そこ安定的に活躍してもらえないと困るね。あ、そうか、安定しないと困る。そう、はい、キーマンじゃなくて、うんうん、だからもしはダメだったら池田ライトとかね、はい、ちょっとオープン戦で上昇かったから、そこがうまく収まってくる、うん、ちょっと内野のね層が薄かったんで、はい、若干この新人で抑えるかなっていうところあるけども、うん、やっぱり、はい、ムニの海外いないって言えば、はい、マーティン・レアル。ああ、外国人選手ですか。キーパーなのよ、うん、それなんでかっていうと、はい、うん、そのね、マーティン・レアル長距離砲じゃんね、はい、その中で、うん、日本人が長距離砲に変わる選手がいないんだよ、はい、全員単発砲だから、うん、その長距離砲いないわけよね、うんうん、だからもしオリックスとかだったら、うん、長距離砲の外国人いなくても、はい、吉田と杉本いるし、うん、じゃあ
西武でも山川とかね、うんはい、あの中村おかわり君とか、うんうん、で楽天でも浅村とか、うん、ソフトバンクでも柳田とか、はい、いるじゃんね長距離砲が、うん、でもロッテいないから、はい、このレアード・マーティンが崩れたら多分もう B よ、 B いっちゃうよ。あ、そのまあそうですね、うん、で昨日去年もね、うん、終盤マーティン骨折とか、はい、ちょっとレアード最後ちょっと伸び悩みとかの、うん、このマーティン・レアードが両立できなくなって、うん、ギリギリのところで、はい、オリックスに行かれちゃったっていうね、はい、あれもし骨折してなかったら一昨年もだからね、はい、一昨年も、うん、あの西武戦でマーティンが肉まりして、うん、そこからドドドドドって、はい、あのソフトバンクに大逆転食らったりとか、この終盤のマーティンがいなくなったことによっての、うん、そのまくられ方が2年連続一緒のことしてるから、まあ、戦力の割合っていうのはあの2人はすごい高いですよね。そうそう、であの2人ほど30発ぐらいのホームランを打てる日本人いないから、はい、やっぱこのマーティン・レアードが今年もかなり重要なキーパーソンになるんですね、うんはい、だからそこをもしうまく埋めるために山口がね、うんうん、出てきてくれればね、うん、いい感じで、まあ、そのちょっといい感じで出てきましたからね。でもどこで出るんだ問題あるからね。あ、まあそうか、ポジション的に、そうそうそう、うん、だ外野で言えば多分荻野、はい、でセンターが、まあ、今ね高部とか、うん、頑張って藤原とか、うん、あとまあ岡もいるし、はい、あのいろんなで、まあ、もしくはレフトにね、うん、菅野とか、はい、高部も入ったりしながら荻野がセンター行くパターンもあるし、うん、でライトマーティンだから、うん、でもしレアードがファーストに入ったら、まあ、DH じゃんね、はい、でもし外国人どっちかがファーストに入ったら、まあ、どっちかのポジション空くけど、はい、でここで行かなきゃいけないから ね、うん、そんな簡単にポジションが空いてるわけじゃないから、うん、そういった面では、まあ、でもここで、ね、山口が長距離砲で、まあ、20発ぐらい最低で持ってくれると代わりが効くようになるけど、はい、まあ、現時点では未知数だからね。そうですね、うん、だからやっぱ今年本当に3度目の正直で優勝するためにはマーティン・レアードが1年間、はい、あの無事に活躍することがかなり必須だと思うんですね、はい、そしたら3度目の正直いけるんですか。いけそうですね。佐々木朗希投手15勝とかしちゃったら、ね、そうそうそう、去年もね小島の10勝がやっとだったからね、はい、チーム的には、うんうん、だからそこでやっぱりねこの投げたら負けないみたいなね、うん、感じのピッチャーが出てくれば、まあ、あとは1年間どうなるのかだけど、はい、まあ、そこがロッテはキーなんだ ね、優勝するために、はい、DeNA はですね、はい、野手で言うと誰ですか、はい、あ、私か、やべ、考えてなかったあったっしょ、考える時間。オースティン。あ、正解ですね。あ、正解、やっぱりね、正解とかないって言ったじゃないですか。で、考えが一緒って、あ、一緒ってこと、はい、やっぱオースティン、外、はい、やっぱこう日本人で言うと、うん、まあ、宮崎、佐野、うん、はい、でここら辺は多分確実に安定的な成績を残すと思うんでね、うん、はい、でもやっぱりその DeNA っていうのは何かの作戦をそんなできるような選手そうじゃないし、はい、でまあ、森が怪我したからまあセカンド大和とか入ったり、まあ、マーキー、ソト、オースティン、桑原とか、はい、結局そんな作戦が簡単にできるようなチームじゃないから、うん、結局打って出なきゃいけないわけよね、はい、もう打って打ってもうなんかあのマシンガン打線を、うん、まあ、再燃するしかないから、そうなったところのやっぱ格はソト、オースティンだから、うん、まあ、この2人がいなくなった時に替えがいないからね。そうですね。そしたらまあ外野は楠本かな、去年代打でいい形で出て、うん、はい、まあ、今年もオープン戦いい形で打ったりもしてるから、うん、でもし外がダメだったら牧がファースト入って柴田がセカンド行ったりとかっていうところもあるけど、はい、それでちょっと一気に長距離砲減るからね、相手に対するその圧とか他の選手にかかるバランスが崩れちゃうから、やっぱりこのねロッテもそうだけど、はい、両チームこの外国人2人の活躍は優勝するためにはマストだね、まあ、依存してるからね、うんうん、そこら辺に、はい、でね、ピッチャーはね、ピッチャー DeNA、はい、あるですか。ピッチャーは、うん、今永投手ちょっと怪我しちゃったんですよね、ちょっと出遅れるかもわかんないね。じゃあ抑えかな、深間さん、はい、一緒です。え、本当ですかいや私ちょっと意見あれですね、分かってきましたね、うん、分かってきたね、はい、もう2年やってるからね。そうですね、うん、ちょっとびっくりですよ、はい、やっぱりね、うん、クリスキー、はい、あ、新外国人のがやっぱその抑えでハマるかどうかが大事だと思うのよ、はい、どっちかっていうと DeNA の先発ってなんか関東型がそんなにいないから、はい、まあ怪我も多いし、はい、やっぱりそんな無理して投げさせないでやっぱりそのねリリーフにスイッチみたいな感じが必要だと思うのね、はい、でそれで抑え候補でクリスキー取ってきてる、うん、でその前にエスコバーいる、うん、で三島、山崎、康明が前に来た時の、はい、このリリーフを構築するためにはクリスキーが最後しっかり座らないと、うん、この前が安定しないじゃんね、はい、で決めれないじゃんね。でこのクリスキー次第で、はい、がもし40セーブぐらい上げて、うん、タイトル取ろうもんなら最下位からのリーグ優勝あるんじゃないですか。
ありますか、まあ、打線はいいですからね。そう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 、うん、やっぱ終盤の、ね、はい、こう締め方が大事だから、うんうん、やっぱりこのクリスキーがやっぱりかかるウェイト、うん、まあ、もしクリスキーじゃなくてもこの9回に投げるやつ、うん、山崎康之投手とかもやっぱ復活してほしいなと思いますし、うん、だからそこがね、うん、誰投げるか分かんないけど、そこ投げるやつが完璧に30から40セーブぐらいを上げれれば、うん、はい、優勝します。おー、まあ、そこ鍵ですね。こうもうかなり鍵だと思う、うんうん、そこがね、はい、でこれはね、あの毎年そうだけど、うん、オフも再検証するからね、本当にそうだったかっていうね。そうですね、答え合わせをちゃんとするんですよね。そう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 、はい、していくけど、やっぱり、うん、横浜はそこだと思うね、はい、でそこができたら、まあ、今永出遅れるけど、今永も言えたら今永東とかね、うん、で大貫京山で浜口、うん、で上茶谷とかね、坂本、うん、ね、あのいい感じのいいところがパチトンで、あとロメロ外国人もいるし、はい、うん、でまあ、そういったところがガチッとはまって、まあ、6回ぐらい全力で投げて、あとリリーフよろしくでうまくできれば、はい、あるんちゃうかっていう、2年連続セ・リーグ最下位からのリーグ優勝、うん、なんかある気がしてきましたよ。してきたでしょ、はい、でもそのためにはやっぱ9回ね、はい、しっかり形決めて前決めやすくしないと、はい、去年みたいにね、うん、あのね、三島がやって餌伊勢ですかみたいな、はい、もうリリーフ順番なんですかみたいなね、バタバタしましたからね、出ていこうも難しくなるからね、そこをちゃんと構築できれば、うん、初のね日本シリーズ湾岸対決がね、はい、あるかもわかんないっていうかもしれないですね。そうそう、でもまだこれ本当にね、1位予想は変わるかもわかんないからね、はい、まだ最終決定じゃないから、はい、うん、最終決定はもうちょっと開幕前に、開幕も前日にね、うん、しますから、はい、ね、でもまあそこは皆さんがね、うん、思う両チームのね、はい、キーマンは誰になるかコメント欄書いてほしいですね。はい、はい、お願いします。